はい、はい、はい。はい、はい、こんにちは。テイラーです。ということで、今日は、12月の18日です。18日ということは、自分の誕生日が過ぎてから、1、2、3、4ヶ月、4ヶ月経ちました。4ヶ月経ちました。今日18日。今日18日はですね、昨日発売した、皆さんご存知かと思う、これ。週刊アスキーです。これをね、今回紹介したいと思います。で、これね、毎週月曜日に発売するそうなんですけど、これ初めて買ったんですよね。これを、なぜ買ったかというと、皆さんご存知かと思う、瀬戸康史さんがね、アップロードしました。この週刊アスキーのこの本、これ、これでね、これ、これをね、見まして、あ、これ欲しいなというか、買いたいなと思いまして、これ買ってきました。1日遅れで買ってきました。まあ在庫もたくさんあったので、今ならコンビニとか行けば買えると思います。そして、今回ね、紹介するものはこの本ではなくて、この中身なんですよ。ウルトラマウス、これをね、今回紹介しようと思って買ったんですよ。まあちょっとね、軽く本もちょっと紹介したいなと思うんですけど、あまり見せれないのでパラパラっといきます。まずね、表紙はね、ショコタンって言うんだよね。これえ、11月29日増刊号っていうので、ナンバー911、なんていうか、いろんな携帯端末の、スペック紹介とか、iPad mini も出てますね。Nexus 7、クリスマスプレゼントにどれが最適かとか、 Amazon、Google、会社比べとかしてて、そんな感じで紹介されてます。本はこんな感じです。ちょっとやめなこれね、 iMac なんですよ。 iMac 入ってて、まだあの動画上げてないんですけど、これ iMac です。またやれば、動画上げていきたいと思います。これね、本体ね、本体、中身というか本体というか、指キタースウルトラマウス、指キタスウルトラマウス、なんだだだだと最初に思ったんですよ。敵の瀬戸康史さんの動画見て、あ、これ結構なんか新しいなと思ったんですよね。早速、ちょっとね、見ていきたいと思います。はい、ということで、これ見ていきたいと思います。終わった、出ちゃいました。これこの中に今入ってたんですけど、これこんな感じ、指キタスマウス週刊アスキーって書いてあって、これ USB パソコンにつなげるようになってますね。全長はね、こういう細かいバーッと伸びればいっぱい伸びるんですけど、でこれね、指ここにかけるとこがあって、指をここにこんな感じでかけて、で地面に接触させて、でマウスとして使うことができるんですね。それが今回のユビキタースウルトラマウスってことです。これ今からパソコンにつなげてみていきたいと思います。はい、ということで、パソコンにつなげてみたいと思います。これね、はい、でこれ USB、 はい、挿します。でこれ Mac と Windows に対応しているので、どのユーザーでも使えます。そしたらこれレーザーと赤外線なので、どこでもできるんですよ。こう手のひらとか服の上でもできるんです。では早速指につけていきたいと思います。こんな感じでこう指に刺すと、で自分の持ちやすいようにして、でこれをこんな感じでポイッと押す。そうするとおお、結構いいかも。これこんな感じで、カーソル動けます。こうで丸ボタンの一番左側が、左クリックで、これがページのスクロールくるくる回るやつで、でこの右のやつがあれです、あれあの右クリックです。それだけです。ただそれだけになって、この指にくっついただけです。これね、中指に入れた方がやりやすいと皆さんがおっしゃってたので、中指に入れて、こう自分のね、使いやすいとこに位置に持ってきて、これ押しやすいような形に、こんな感じでやってます。で、押しますね。もう普通に開けますね。例えば、指つけて、キーボード打てないじゃんみたいな思うんですけど、こ
これが意外と打てるんです。マウスをつけたままキーボード打てちゃうんです。これポポポポってね、 YouTube とかを調べて押すでね、こうやって、こうでページのスクロールも下にジジジジってやるとスクロールできます。うん、まあ自分のチャンネル見るとこんな感じ、こんな感じで、ね、チャンネル表示がされます。何これ、何これ、なんでこれバーコードになってるの、 YouTube のアイコンがこんな感じで使えることができる新しい形のマウスです。で、今は服の上でやってます。自分のズボンの上で触ってます。ちゃんとね、反応全然いいですね。こんな感じ、欅みたいだね。ビー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 って。はい、ということで、今回は、週刊アスキーに付属している指キタスマウスを紹介しました。これね、なかなか新しいマウスだと思って面白いです。まあぶっちゃけ普通のマウスの方が手にフィットしてパソコン使ってるなっていう感じはするんですけど、まあ、これはね、電車の中とか、例えば自分絵描いたりとかするので、そういう細かい作業に、反応してくれるので、このマウス。とても使いやすいかなと思います。しょこたん、590円ですので、590円で、しょこたんのアスキーとマウスがついてくるんですよ。安いですよね。しょこたん、アスキーを紹介しました。バイバイ。はい、ほい、はい、はい。